先ほどホームタイムを取り出しました名取哲平選手が今シーズンは全日本スーパーフォーミュラー第1選手権でシリーズタイトルを取りました。ドライバーズチャンピオンに輝いた期待の若手です。さあそんな若い爆発力が炸裂した予選ということになりましたけれども、まあ、決勝レースはねすぐお隣にはランキングトップの車両もいます。後ろには同じ車両でタイヤの違う、そんなライバルもいます。果たしてどういうレースメイキングを見せるか。リマカーナンバー18番のアップガレージ NSX-GT3 はポールポジションのグリッドにロックオンです。さあそして、もうあと1台ですね。ゆっくりとしたスピードで90度コーナーに入っています。スタートドライバーの国本雄二選手。さあこの先輩が宮谷友選手に車両を渡すときには何位を走行できているか。今日のレースの序盤からのこの激しい動き、いやータフなレースになりそうです。さあそしてカーナンバー19番は今 GT300 のこれから28台を間を抜いて